皆さんこんばんは、モビーです。あれ、今日は字幕じゃないのと思った方、そうなんです。今日は声でないとお伝えできないかなと思うことがありまして、字幕ではなく声で動画を撮影しています。さて、今日の主役はこちら、レバニューの2024年新作パンタバス400の小さい方ですね。先日挙げたレバニューの新作解体3点に関してはもうすでに手元に届いてます。こちらのパンタバス、ちまちまボトル、そしてこの250のカップですね。これらの動画に関してはまた別途上げたいと思います。さて、今日の主役のパンタバス、届いてすぐにスタッキングなどを試したんですけれども、悲劇が起こりました。結論からお伝えします。そうなんです。これ、傷をつけてしまいました。あー、やっちまった。この商品が到着してすぐに開封してスタッキングを試していたんですが、その最中にやってしまいました。こちらの商品のちゃんとしたレビューは後日あげるとして、今日はなぜこの悲劇が起きてしまったのか、それだけ皆様にお伝えしたいと思います。先日の動画でもお伝えしたんですが、こちらのパンタバス 400FD 購入した理由は、メインで使っている湯沸かしセット、こちらのサイズにぴったりかな、そう思ったから400にしたんですが、こちらとこちら、でこちら、レバニューから出ている専用の 400FD 用のケースですね。この3つどうやってスタッキングしようかな、そう思ってる最中に傷がついてしまったんです。再現してみようと思います。このような形で中に入ってますが、このようにしまって使うものです。ただ実際なんとなく使いにくかったので、この蓋をこういうふうに入れて、そこに乗せてこういう感じで持ち歩いてました。ちょっと大きいものとか入れても少し膨らんでくれるので、傘を稼げるんですよね。そこに今回のパンタバス、サイズ感として少し余裕があります。これぐらいの感じですね。なのでかぶせてずれがなくなるぐらい、そんな感じの大きさのものです。で、ここからが本題なんですが、これをここに入れようとしたんです。それが一番の失敗でした。少し傷つきやすいかなとはもともと思っていたので、これはまずいというふうには思っていたんですね。なのでこうして、で直して、でこれでズレもなくなるし削れることもなかろうと思ったんですけど、こうしてこれが直径がやはり大きいので伸びるとはいえなかなか入りにくい。そこで先にここにはめてしまおう。そう思ってまずはめました。こうですね。そしてこう締めようとしたんです。今から思えばと思いますっていう、そんな感じですね。届いてその日の夜の出来事でした。この商品、この傷がある商品は世界に一つだけ、そういうふうに考えるようにします。なので今まで通りこういう形で入れておいて、あとはこちらの面もう傷つかないようにこういう形で持ち運ぶようにしようと思います。はい、今回のようなケースはなかなかないとは思いますけれども、もし皆さんでこの商品買ってスタッキングを楽しもう、そんな方がいたら今のような過ちがないようにこの動画が皆様の参考になれば幸いです。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。